皆さんこんにちは、ヨンダイです。今日は作品解説その10、松陰をお届けします。松陰というのは松、松と松の間を通り抜けていく風の音のことを、私にとっては意味します。なんでかというと、北陸地方は雪が降ります。冬に防風林、防砂林っていうか、松がいっぱい海岸沿いに植えられていて、冬になるとその松と松を吹き抜ける風が、うわ寂しいような感じになるんですね。寂しい冬が、切ない冬が来ます。その様子を昔、長谷川等伯という超有名な画家が描いたんですが、その絵に、実際には見たことないんですけれども、新聞とかで見て影響されて作りました。中学校高校をずっと箏を習ってた、生田流を習ってたんですが、その時に松来譜という有名な曲をずっと練習していたし、発表会にも演奏させていただきました。その松来譜、やっぱり松っていう字がついてるんですけど、そういうお琴の音とか和楽器の音、風の音、北陸の冬、そういうイメージで作りました。こういう感じですかね。風がこっちからこう吹いて、雪が地上に乱れ、最後は地上に雪落ちるんですけれども、しん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 、あるいは下から吹いたり上から舞ったりする雪、風、雨、音を表現したものです。松陰です。水写真も展開しました。ちょうど手に馴染んで、花入れとかちっちゃいワインとか、ちっちゃい日本酒ならまたお酒の話になっちゃいましたけど、ワインクーラーとか氷とかも入れたり、布も入れたりして危なくないようにして使えると思います。お花ももちろん生けられています。いろんな使い方できますね。お菓子入れたり、またフルーツパンチとか入れたり、こうサラダボウルでもいいかもしれません。煮物入れちゃってもいいかもしれません。フルーツとかいろいろ使います。松陰でした。